うちも本当に忙しくて、マーリーに十分なことをしてあげられなかったなっていうのはすごく申し訳なく思ってるんですが、でもね、一生懸命我々になんか何一つでもしてあげようっていうふうにきっと思ってくれて、毎日過ごしてくれててすごく本当に感謝してるし、うん、もう帰ってしまうのすごくもっともっと日本にね行きたいんだよね。だけれども、まあ距離は離れてしまうけれども、全然ここの関係が離れてしまうわけではないので、また、ね、いつでも遊びに来て、いいし、我々も行くし、はい、と思っているので、言っていいのかな、パーリーの将来の夢で、ちょっとその、ね、旅行関係っていうのを、うん、考えているので、そしたらね、日本にこんな、ね、知り合えるのは心強いと思うので、ぜひぜひ。それでもうお別れってあんま思ってなくて、別にねスカイプとかもあるし遊びに行くのもできるし、もう別にあんまり離れると思ってないので、まあ、これからもね仲良くしていきたいなと思って、うん、いい私なんていうなんかなんかいいバイヤーのなんか全部ありがとう。なんかみんななんか優しいの、なんかそうなんかなんかうちはなんか みんないつも忙しい、でも本当にいつも遊びといつも楽しい。リアルすごいし。うん、それなんか いっぱい話すにも何って分からない今。うん、言葉にするの難しいみたい。